ピスタリー、ピスタリー、第4部の馬場修司です。今回も、はい、ボールリバーさんにゲストにお越しいただきました。どうも、ボールリバーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、本当に、はい、YouTube 始めたんですけど、はい、はい、どうすればいいですかね、YouTube。 なんか、何をすればいいかなと思って自分も考えてるんですけど、あー、その内容ですよね。思いつかなくてですね。僕パッと今思い浮かんだのが、はい、合気道の動画アップしてたじゃないですか。ああ、やりました。合気道とか、まあ、そういう一種格闘技戦って結構僕いいと思うんですよね。他の競技やってみたとか、はい、なんか例えば結構前だと思うんですけど、寺尾関と関本さんがなんか。テレビの番組かなんかで、はい、ガチンコ相撲みたいな、うん、やりました。やってましたよね。はい、あれ面白いなと思って、あー、相撲の出稽古とか結構おすすめです。出稽古、あ、出稽古ですか？出稽古行ってそれでなんか戦うみたいな。あ、俺相撲の出稽古なんですけど、はい、行ったことあるんですよ。あ、そうなんですか？本当5年ぐらい前ですかね。はいはいはい、宮城の部屋です。それこそ横綱白鵬、ああ、はい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 、宮城の部屋に出稽古に行ったことあります。一人で？関本さんと。ほうほう、すげえ。その白鵬、横綱白鵬の講演会の方が、はい、知り合いで、うん、それで行ってみないかということで一度稽古の方に行かせていただいたんですけど、いやー、本当に、もう、みんな体大きいし、はいはい、本当にすごかったですね。どんな練習されたんですか？まず、朝8時。ほう。8時。から、7時半かな？ 7 時半か8時ぐらいから、まず四股踏むんです。四股を300回ぐらい踏むのかな？左右。左右、はいはい、しっかりドーン。はい、1、2ってこう。はい、そう、300回ぐらい、まず四股を踏んで、で、こういうプッシュアップ、反り上げ式のプッシュアップ。あ、はい、グイッ。よくあるじゃないですか。はいはいはい、はい。プロレスで言えば、ライオンプッシュアップ、ね。はい、はいはいはい。それを100回ぐらいやって、うん、準備運動ですよね。で、そこから、走行してるうちに、まあ、これで1時間ぐらいですか、横綱が降りてくるんですよね。うんうんうん。はい。で、本格的にこう、相撲の稽古が始まって、まあ、ぶつかり稽古。はい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 。が始まるんですよ。で、自分と関本さんも、参加、させていただいて、その、うん、ね、一緒にやらせていただくんですけど、本当にね、みんなもう140キロとか150キロの、そうですよね。うん、人たちなんで、もう、動かないんですよ。でも、動かないけど、バーンって当たって動かないけど、ちょっとはこう、押せるんですよ。ああ、はい。力、力に自信があるんで、関本さんはやっぱり足腰強いし、力にも自信あるから、はい、ガーッと押せるんですよね。はい。でもやっぱり力が強いから、こう、ね、ポイって投げられるんですけど、はいはいはい。あともうちょいやなーとか言いながら稽古してて、はい、お相撲さんと、うん、でやってたら横綱白鵬関が、はい、よっしゃ、じゃあ胸貸すから来るかって言われて、おお、はい、と思って、来るかって言われた。はい、年下やのに白鵬関まあ年はね、自分たちが3歳ぐらい下なのかな。白鵬関の方が年下。年下。へぇ。でもそんな全然関係、もう感じさせないですよね、やっぱり。貫禄。貫禄。オーラ。うん。来るか。よっしゃ。じゃあ、胸貸すから来いって言って。はい。はい。よっしゃ。はい。って言って、思いっきり、バシーンってぶつかったんですよ。はい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 。でも、他の力士と、はい。違うんですよ、感覚が。なんか他の人たちは硬いですよね、うん、バシッ、やっぱ筋肉で、筋肉質で硬くてバシンと当たって、はい、その抵抗を感じるんですよ、バーンって、うんうん、でガーって押せるんですけど、横綱白鵬関って
あの、柔らかいんですよね、すごい。その、皮膚のあれがですか？要は、イメージ的に言えば、その、なんだろう、当たった瞬間柔らかいっていうのは、力を吸収されるんですよね。ああ。だから、はいはい、多分わかんないですけど、ぐっとこらえてないんですよ、多分。あ、まだそこまで力を全然入れてないってことですか、ぐっと。いや、そのぐっとこう、正面から来るものをぐっと耐えるんじゃない、多分、ちょっと、いなしてる。ああ、はい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 。だから、バシーンっていう感覚じゃないですよね。なんか、ふにゃーってなんか、うんうんうん、こっちから入んないんですよ。伝わんないんですよ。はい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 、はい。で、押せないし、押せ押せ押せって言われても押せないんですよ。全然動かないし、この反発がない、ないんですよ。なんかこう、うんうんうん、ギュッてこう、でかいものにこう、を、押してるっていう感覚じゃないです。なんか、こう押してもこうなんか力が吸収されるの、はいはい、伝わんない、はいはい。なんだと思いながら、持ち上げられてポンって外に、ね、そんな簡単に放り投げられたり。そんな簡単にもう。簡単に。はいはい。関本さんはどうでした？関本さんも当たっても全然動かない。普通にクッとこんな感じで。クッて持たれ、ふって。そうで、はい、そう、すごいなぁと思いながら、うん、で、最後に、はい、親方、はい、に、じゃあもう最後、二人で相撲取ってみたらって言われて。おぉ、普通に相撲を取って。自分と関本さん。はい、あ、関本さんさんと相撲を取って、はい、そう、言われて、はい、俺、自分も、あれなんですよ。ワンパク相撲。小学校6年間ワンパク相撲やったんで。はい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 。自信があったんです、相撲には。うんうん、正直自信があって。絶対負けたくないと思って。で、バーン。で、いざ8球残ったんで、バーンって関本さんの相撲取ってバーンって。で、俺もう、回したって思いっきりぶん投げたんですよ。ぶん投げて、関本さんが飛んでて、よっしゃーと思ったら、関本さんの顔、目の色が変わって、キラって。はい。で、いや、もう一枚やろうって言って。おぉ関本さんがもうなんか、このままじゃ終われんみたいになって。そうですよね。そしたらもう、そっからすごかったですね。俺も、そっから、あと2番やったんですけど、その、はい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 、2番でも勝てなかったです。フルのその、関本さんって結構、相撲の知識があって、はい、内無双って相撲の技があるんですけど、はいはい、内無双とかかけられて、俺。うんうん、コロンって転がされて、その2回目やった時、はい、で3回目はもうあれですよ、全然やで、やっぱ1回目やられてるから、はい、同じだは効かないですよね、やっぱり、うんうん、もう投げるなって、そのままこのまま2、3分ずっとお互いかけれなくて、技で俺も力尽きて最後やられたんですけど、はいはいはい、もう多分一発目の投げで、火がついたんですよ、はい、多分、関本さん。あ、大輔が。はい。そう。そっかそっかそっか。そう、ほんで、はい、ねえ、くそ悔しいなと思いながら、そう、柔軟、最後柔軟、その相撲終わって、最後柔軟するってなって、はい、まあ、自分と関本さんが並んで、柔軟してたんですよ。はい。柔軟してて、ああ、今日は本当すごい経験したなと思って、はい、あ、よかったと思いながら柔軟してて、で、普通に、後ろに、横綱が、白鵬関が、柔軟、自分と関本さんが後ろに柔軟してて、おもむろにスッと立ったんですよ。はい。横綱白鵬関が。はい。あれと思ったら、関本さんの、柔軟、こう、股割りしてる、関本さんの、後ろの腰の回しに手をかけて、ちょっとこっち、人の通りの邪魔になるから、こっち寄せるよって言って、関本さんを片手でポイッと持ち上げて、ええと思ったよね。普通に、柔軟してる関本さんを、本当に赤ちゃんを抱っこするかのように、片手で、回し持って、ポイって、こっち、ちょっとこっち寄せるよー。はいってこうやって。すっごい、もう親切心から、もう。そう。関本さん、このまま移動してましたね、こうやって。柔軟、股割りしたままこうやって、隣にこうやって。それ見て、絶対勝てないって思いました。
もう、それじゃあ、レベルが違う。もう、あれですよ、コラボはもう、相撲部屋行くべきですよ、もう。それが一番いい機会です。やっぱりそうですよね。もう、今も見られてる方も、うん、視聴されてる方も、確信したと思う。相撲部屋に行って、岡林雄二がどこまでいるかっていう。うん、やるしかないですよ。やるしかない。なんならちょっと頑張ってコネ使って、白鵬関と、はい、勝負。そうですね。それがいいと思います。よし。はい。出稽古。やってやる。出稽古。ピッサリ。ピッサリ。いや、まずちょっと、ね、はい、行きましょう。はい。はい。ということで。はい。はい。あ俺の番組ですよ、これ。あなたのチャンネルです。岡林さんのチャンネルですから。はい。と、はい、いうことで、はい、はい。ありがとうございました。